じゃあ、それでは後半の授業に入ります。で、先ほどの前半の授業の最後で、この領域 D がどうなりますでしょうかという話、問いかけをしたところで終わりましたので、一応参考までに書いて、図を書いておきますと、大体こういう不等式が与えられたときには、これの等式統合が成り立つところがその境界線になるわけですね。ですので、例えばこの前半の x プラス y が0以上1以下っていう範囲を表す際のその境界となり得るのは、例えば x プラス y イコール1という直線と、それから x プラス y イコール0という直線になります。で、それが具体的にはどういう直線かっていうと、例えば x プラス y イコール0っていう直線は、y についておくと y イコールマイナス x ですから、原点を通って傾き1の直線なわけですね。これが x プラス y イコール0と。で、それから x プラス y イコール1は、これも y について解くと y イコールマイナス x プラス1ですので、この x プラス y イコール0の直線をこう y 軸方向に1だけ平行移動させたものと分かります。で、こんなふうに成功、集合のその境界線を書いていくことができます。で、もう一つは、今度はその x マイナス y の方なんですけれども、x マイナス y イコール0、例えば0ですね、この0の方ですね、こちらを y について解けば、これは y イコール x ですから、こういう形ですかね、こういう形になって、x マイナス y イコール0。それから、x マイナス y イコール1は、これもその y について解きますと y イコール x プラス1になりますので、ちょうどこんな感じですかね。というふうになります。で、まずその最終的な答えを出す前に、このそれぞれのこう満たす方程式、不等式を満たすこう式の範囲を求めてみますと、考えてみますと、例えばこの x プラス y が0以上1以下っていうのは、この例えば x を例えばこの辺に止めてみますと、この範囲なわけですね。この範囲なわけ。そうすると、実はこの、帯の、間ですね。この帯の間が、はい、どっちだっけ、下が、下が x マイナス y イコール1。なんか違う。ああ、なんか違う。0の下。ちょっと待って。そうか、そうか、そうですね。違いますね。ごめんなさい。どこが違ったんだ。x、これか。これですね。すいません。はい。ありがとうございます。0の下でしたね。すいません。こうですかね。こうですかね。はい、すいません。ありがとうございます。x マイナスイコール1とですね。はい。訂正してください。訂正しておきます。ありがとうございます。で、先ほどの話を続けますと、例えばこの範囲、この最初の集合では、この帯の、内側と境界線上ですね。それから、こちらの後の方の x マイナス y の方は、こちらの帯の、内部と境界線上ということで、最終的にこの両方の帯が重なった部分がこの D の範囲ですので、この斜線部とその、直線の上、直線上ということになります。というふうにして、求めていきましょう。はい。実際僕も今ここで実際に求めて間違えたりしましたので、皆さんにとってもいい教訓になることを願っております。で、まず D がありまして、それでその D の上で、1プラス x プラス y 分の x マイナス y dxdy を求めてみましょうというのがこの例題です。で、一応この
非積分関数の式を見ていると x プラス y と x マイナス y という式が出ておりますの で先ほどのアフィン変換 の形に照らし合わせてみると、はい、x プラス y を u と置くと、それから x マイナス y を v と置いて変数変換することを考えます。そうしますと、今度は、その整数変換した後での その変数 uv におけるこの積分領域を考えることになりますが、これをまあ a と置きますと、これはこの x プラス y、ここに u を代入して、それから x マイナス y の方にこの v を代入した領域になりますから、u が0以上1以下、それから v も0以上1以下と、こういう範囲になることになります。で、あともう一つ確かめられるべきことは、このような変数変換を行ったときに、積分領域ですね、XY 平面での積分領域はこちらの図で、UV での積分領域が今書いたこの小さい図なんですけれども、この積分領域がこの変数変換で1対1に対応するということを確かめる必要がありますので、一応それを確かめるためにどうするかというと、この変数変換の式を x と y について解いてみます。この変数変換の u イコール x プラス y と v イコール xy から x を u と v で表すと、それから y も u と v で表すということにしますと、 x は2分の u プラス v、それから y は2分の u マイナス v と表されますので、結果としてこの2つの積分領域ですね、 D 上の点 D っていうのはこれですね、 D と、それからこちらが UV の方の積分領域が A ですけれども、 D 上の点は A 上の点に1対1に移るということも分かります。一応重積分の変数変換をするときには、今書いたように異なるその変数変換する前とした後でのこの積分領域の上の点というのは全部1対1に対応するということが保証されていないと、その重積分の変数変換をしたときの重積分が正しく計算されるという保証がありませんので、一応皆さん重積分の変数変換を行うときには、このことですね、その積分領域上の点が1対1にこう移っているということも確かめるようにしてください。はい、それからあと、もう一つ準備として、このヤコビアンを計算しておきますと、ヤコビアンを計算するにはこの x イコールこの表現からですね、この式からその
x と y をそれぞれ u と v で微分した式を求め、変微分した式ですね、変微分した式をこう成分に持つ行列式を求めていきますので、細かい計算過程は後で皆さんに各自復習してもらうとして、結論だけ書きますと、このヤコビアンはマイナス2分の1となります。で、これでその変数変換した重積分の準備ができましたので、いざやってみることにしましょう。よって、与えられた積分の式は、これも類似積分の順番がいろいろ取りうるわけですけれども、今回はとりあえずその変数 u から先に類似積分するとしまして、で、非積分関数は x と y を u と v に置き換えますと、1プラス u 分の v ですね。で、ヤコビアンの絶対値、マイナス2分の1の絶対値をかけて、du と、まず u で積分すると。で、それをさらに v で積分するとしましょう。で、この場合なんですけれども、やはりこれまでの例題と同じように、その、変数分離をすることができます。とこの u と v の積分領域はそれぞれ区形ですので、このヤコビアンの絶対値の2分の1は外に出して、で、まず u の積分を書きますと、u はこれ、非積分関数の分母に出てきますから、1プラス u 分の1、du ですね、du と。それから V に関する積分は0から1まで、この非積分関数の分子に V が出てきますから、VDV と。こういうその2変数の、1変数の U と V のそれぞれ積分の、定積分の積にで書き直すことができます。まだ一応ここ何とか書けますかね。そしたら、この前半の、u に関する積分がログ1プラス u となりまして、それから後半の v に関する積分が2分の v2 乗となりますので、最終的な結果は4分の1かけるログの2ということで計算することができます。一応この積分は多分変数変換しなくても部分分数分解などを用いて x と y のままでも積分できると思いますけれども、今のようにそのアフィン変換を使っておきますと割とより単純な形で計算することができるという点に注意してください。
ここまでよろしいでしょうか。では、一応重積分の変数変換の説明はこのぐらいにしまして、で次は項二積分の話に進みたいと思います。項二積分は教科書では206ページのセクション 5.10 というところですねを見てください。一応最終的にはそのいくつかのその項二的積分の実際の問題を当たってこう手順を習得してもらうということになるかと思いますが、最初はそれを行うための実際に計算に進む前のこの理論を説明する必要がありますので、まあちょっとまた理論的な話が少し続くかと思います。で皆さんこれまでにリーマン積分で重積分を習ったんですが、その時の条件をいくつか思い出しますと、その時にですね、これまでの積分でどういった制約、積分領域とかあと非積分関数に制約が課せられたかというのをちょっと思い出しますと、まず積分領域が有解という条件がありました。では1点目。それから2点目の制約としては、非積分関数ですね、この D 上で積分するその非積分関数がやはり有解な関数であるという制約がありました。一応この誘拐という言葉は2回出てきているんですけれども、この上の誘拐と下の誘拐はその意味というか状況としては異なるものですので注意してください。上の積分領域が誘拐というのはまあいいですよね。その積分する領域がこうある有限の距離、原点から有限の距離で収まるということで、それに対してこの非積分関数が誘拐というのは、この fxy の値がこの積分する領域では発散したりしないということを表しています。でそれに対してここでは次の形の重積分を考えます。で次の形というのは実は2つあります。まず1つ目は、当然ここに2つ書いたからそれに対応するものだというふうに推測つくと思いますけれども、まず1つ目はこの積分領域が有解でない場合の積分を考えます。まあ、その例としまして、e のマイナス括弧 x2 乗プラス y2 乗 dxdy ですね、これを R2 全体で積分するような計算を考えます。で一応
この非積分関数の形を見てみますと、これってそのマイナス何乗ですから、そうすると、e の何乗分の1ってことになるわけですよね。そうすると、この関数の値は、こう x と y がどんどん大きくなればなるほど、この関数の値は小さくなっていって、で、まあ0に収束すると思われますので、そうすると、まあ、この R2 全体で積分しても、その値が定まりそうな気がします。もちろん、今まで習ったリーマン積分の範囲ではこれは定義できないんですけれども、その仮にこういう積分をやったとするならば、まあ積分の値は求まりそうな気がするというのが一つの例ですね。それから、もう一つのパターンとして考えるのが、今度はその非積分関数が D で融解でないというような場合を考えます。で、これの例の一つとしましては、まあ、まず積分領域 D として、あ、こうかな、ごめんなさい。x2 乗プラス y2 乗が1より小さいですから、原点を中心として半径1の円の内部ですね。円周上を含まないその円の内部を考えます。それに対して、このルート1マイナス x2 乗プラマイナス y2 乗分の1という関数をこの領域 D で積分することを考えます。で、こうすると、その何が都合が悪いかと言いますと、実はこの非積分関数なんですが、このちょっとすみません、ずれてますけれども、原点を中心とし半径1の円周に近づくと、こうだん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 ここが、このマイナス x2 乗マイナス y2 乗というのはマイナス1に近づきますから、そうすると分母はだんだん0に近づいていくわけですね。そうすると、この関数っていうのは、xy の点がこの単位円周上に近づけば近づくほど、こう値がどんどん大きくなって、で、しまいには発散するという形の式をしています。で、ところが、まあ、積分領域はこの円周上は含まないんだけれども、円周にどんどん近づけていくと。で、そうすると、この積分は果たして定まるのかという、こう疑問といいますか、まあ求まるのかということになるわけですね。まあ、で、これからやるその根基積分というのは、一応、まあリーマン積分を拡張する形で、今の2つのようなパターンの積分がもし求まるなら求めてみようという計算です。そこで、まあ、根基積分については、まず、その計算を実際にする前に、その非積分関数 F と、それから積分の領域 D に関していくつかの仮定をしておきます。と、ここで、
D っていうのはこのユークリッド空間 R2 の部分集合で、それから D は空集合でないものとして、でさらに F というのは D 上で定義された関数ということにしましょう。ここからがその条件、仮定なんですけれども、まず一つ目として、任意の実数 R に対して、この積分領域 D と、それから、この原点を中心として半径がこのラージ R の円周とその内部ですね、その内部との共通部分はジョルダン加速であるという仮定をしておきます。すなわちこの面積が存在するということにします。で、それをちょっと模式的に表した図をちょっと書いておきますと、D というのは今どういうものかわからないんですけれども、とりあえずこう R2 の部分集合で、で一般には閉じてないわけですね。誘拐ではない可能性があります。今は公因積分考えていますから、誘拐ではない可能性があるんですけれども、そこに、例えばこの半径が、原点を中心とし半径がラージ R のこう円を取ります。で、その時に、この D との共通部分ですから、D との共通部分はどこかっていうと、この円盤のない、円盤の周および内部とこの D の共通部分ですから、この今の例です。例えばこういう場合、領域ですね。こういう領域を取ることができます。でこれが今の言ってる、この黄色い斜線で囲んだ、斜線部分とその周囲ですね。これがこの集合です。で、この R の値は、こう、いろいろ変えてもよいと。R を変えるとこの共通部分がまたいろいろ求まるんですけれども、大事なことはそのどんなふうにこう R を変えて円を作ってもこの D との共通部分というのは必ず面積が決まりますということですね。そういう仮定をしておきます。いいでしょうか。それから次に2番目なんですけれども、ちょっと長いんですが、先にちょっと一応読みながら書きますと、 D に含まれる D に含まれるジョルダン加速な誘拐閉集合 K を任意にとったときに、この F は K 上でリーマン積分可能であるというものです。で、これも一応ちょっと模式的に図を使って書いておきますと、
D に含まれるジョルダン加速な融解閉集合 K っていうのは、ちょっとどんな取り方が D か皆さんも想像してみましょう。まあ、D がこれですかね。D がこれですから、D に含まれるようになんか集合を取ればいいんですね。まあ、人によってはこんな取り方するかもしれませんし、人によってはこんな取り方するかもしれませんし、とりあえずこう D に含まれる、D からはみ出てる部分がなければいいわけです。まあ、こういう何でもいいんだけど、こういう何でもいいけど、そのジョルダン加速、つまり面積が確定している融解閉集合 K っていうのに取ったときに、この積分関数 F っていうのは、この K で必ずリーマン積分可能ですと、そういう仮定をしておきます。いいでしょうか。まあ、融解であれば必ず積分できるということですね。以上が、この公認積分を考える際に、この F と、非積分関数 F と、それから積分領域 D について化する仮定です。以上の仮定をした上で、公認積分の定義をします。で、まあ、これから説明していきますけれども、この公認積分の定義っていうのはあくまでも概念的なもので、これを使ってその実際に公認積分を計算するというのは、実はちょっと難しいものなので、抽象的な定義ですので、これから先はまず公認積分の定義ですね、その抽象的にはこういうことができることを公認積分と言いますということを言ってから、その後で実際に、じゃあ、なんでしょうね、この公認積分の計算に使える、計算の手順にもなる性質を後で示します。で、まずその抽象的な定義なんですけれども、まず場合分けをいくつかするんですが、で、今積分領域は D としています。D は先ほど前から言っているように、その一般には融解でないような領域です。で、そのすべての点 XY において、その fxy が0以上の状況を考えます。すなわち、f は d の任意の点において非負であるという仮定をします。まず最初そういう状況を考えますね。で、この時に、この fxy の重積分を考えます。ここに積分領域 K と書きましたけれども、K は D の部分集合で、もうちょっと大きく書きますね。すいません。K は D の部分集合で、ジョルダン加速な融解閉集合。とします。で、こういう K をたくさん考えるわけですね。先ほどの、11枚目の黒板の図で、この赤い集合をいくつか取りましたけれども、こういったそのジョルダン加速で融解閉集合で
その D に含まれるような K という集合をありとあらゆるものを考えます。で、それに対してその K 上での FXY の積分っていうのを計算すれば、先ほどの仮定からそれらは全部この集合 K ではこの F はリーマン積分可能であったわけですから、何らかの値が積分の値が定まるわけですね。でそれをこの今あそこに書いてあるその赤い部分集合 K というのをこうあらゆる変え方をしてこう計算してみます。でそうしますと、でその集合を考えますと、その集合、積分の値の集合ですね、その積分の値の集合にもしかするとこの上限が存在するかもしれません。もしかすると発散する、発散というのはこう無限大になるかもしれないけれども、もしかすると上限が存在するかもしれない。でこの上限が有限の値に定まるときですね。でこのときに、公義積分が収束するといいます。というのが一つ目の公義積分の定義です。これはその fxy がその積分、今考えている積分領域 d の任意の点で非負の場合の定義です。でもう一回繰り返すと、この d に含まれるこのあらゆる部分集合ですね。ただし、ジョルダン加速で有回閉集合があらゆる k でこの積分を調べると。積分を取ると、そうするとそれが何かある実数の集合になると。でその実数の集合に上限が定まるとき、有限の値が定まるときですね。だからこの積分がこれ以上の値に超えないというのが定まるときに、この公義積分が収束するといって、その値を公義積分、この D での積分の値にするというものです。でこういう定義から皆さんもお気づきなように、そのあらゆる部分集合を取るっていう操作は実際の我々の手計算では不可能なわけですね、実質上。ですので、その一応定義はこれなんだけれども、実際にその我々が計算できるステップの範囲内でその公義積分を求める方法というのをまた後で示します。ここまでいいですか？で次にその公義積分の2個目のケースで、F が一般の場合は使います。一般の場合というのはどういう場合かというと、先ほどの場合というのはその fxy が常に非負の場合でした。でその一般の場合というのは逆にその fxy がある d のある点で負になったりするような場合を考えるということですね。で、そこでこの時には f を使って新しい関数を定義します。F プラスの xy っていうのと F マイナスの xy という2種類の関数を定義します。でその定義なんですけれども、まず F プラスというのは、
fxy とそれから0のうちで大きい方の値を取るという関数にします。で、次に、f のマイナスの xy というのは、fxy のマイナス1倍と0の大きい方を取るというふうにします。そうすると、例えば、これは1変数の例なんですけれども、その f プラスと f マイナスっていうのがどういうふうに定義されるかっていうと、その例えば f プラスっていうのは、f が0、比の場合には f を取って、でもし f が負になったときは0を取るっていうことですから、そうすると、例えばこの曲線ですね、この y イコール fx という曲線がありますけれども、これに従って例えば f プラスのグラフを書いてみますと、f が正のときは f の値そのものを取ると。で、f が負になったら0を取ると。なぜかというと、この f と0の最大値は0ですからね、この範囲では。で、また f が正だったら正の値を取ると。で、この黄色い、今黄色く書いた線が f プラスです。で、逆に、f マイナスですね。f マイナスはどう書くかっていうと、このマイナスの fxy っていうのをこう考えます。マイナス fxy を考えます。そうすると、この今、点線で書いた部分ですね。このマイナス fx の符号で決めるんですけれども、このマイナス fx が負の場合には、この f マイナスは0は取ります。で、マイナス fx が正になったら、このマイナス fx を取ると。で、さらに、今度こっち行くと、そのマイナス fx は負ですから、こういう0を取ると。で、この赤い曲線が f マイナスと表します。これは1次元の、1変数の例ですけれども、これは2変数でも同じようなことを考えるということですね。ここで注意してください。で、ですので、これで分かることは、これで分かることなんですね。f プラスと f マイナスは、ともに、比負であるということが分かります。分かると思います。実際に書いてみますと、そうですね。で、しかも、ついでに言うと、この fxy っていうのは、f プラスの xy と f マイナスの xy の差で表される、差に等しくなるということも分かると思います。ちょっとこれは少し各自で考えてみてください。で、そこで、このようにして考えますと、その f プラスと f マイナスっていうのが、ともに比負ですので、その先ほどの括弧1番の条件に帰着できるんですね。f プラスの場合は、その f をそのまま比負ですから、公認積分すると。で、負の部分については f マイナスを考えれば f マイナスが比負ですから f マイナスを公認積分すると。で、最後にその結果を引くというので、この全体の公認積分を考えます。その時、この時ですね、その、この時、この f プラスと f マイナスの d 乗の公認積分を考えます。f プラスと f マイナスの d 乗の公認積分ですね。
これが、このカッコ1でやった意味で収束するとしましょう。もし、この F プラスと F マイナスがどちらもその最初の括弧1で定義した項義積分の意味で求まるならば、そうですね、F の項義積分を どう定めるかというと、F プラスの項義積分から F マイナスの項義積分の値を引くと。いう形で定めます。ここまでいいでしょうか。これは一応そのもともとの項義積分、重積分における項義積分の定義です。もう一回そのアイデアを振り返りますと、まあ皮膚の関数に関しては、一応一般には非融解の積分領域 D が与えられているんですけれども、その中でその融解平集合 K で積分を取ると、それをいろんな K を変えて取ってみると、そしてその中でこの上限の値が、積分の上限の値が定まるならば、有限の値として定まるならば、その値をその fxy の項義積分の値にしましょうというのがまず1点目の点ですね。でそれから F が皮膚とは限らない場合には、今説明しましたように、その F が皮膚の部分と負の部分に分けまして、で、それぞれで項義積分を行って、その差を取るという形で、そのもし、このですね、F、これが有限の値で定まるならば、それを F の項義積分の値にするというのが一般的な定義です。ここまでいいでしょうか。で、ということで、その先ほども説明しましたけれども、この定義通りでは、その実際にその項義積分の値を求めるのは、現実的に求めるのは困難なわけですね。なぜかというと、この上限を与えるために、この K をいろいろ取ってこなきゃないですが、この K を無限個取るという操作は、我々には現実にはできませんので。それを実際に同じようなことをやるための手順をこれから示します。でそのために、ここではその次にコンパクト近似列という道具を使います。で皆さんコンパクトという言葉からはこういろいろな
こう意味を連想するかもしれませんけれども、数学ですとそのコンパクトという概念が幾何学の中にありまして、よく使われております。ただまあ、その今回使う定義するコンパクト近似列というのに、その直接そのまあコンパクトっていう性質がこう使われてるのかな。まあその概念は直接は出てきませんけれども、一応こういう名前のものを定義します。で、アイディアとしましては、まあ、例えば、その今ですね、この積分領域 D として、まあ、誘拐でも非誘拐でもいいんですけれども、そういうその積分領域の集合を与えられたときに、これに対してある規則でその部分集合を作っていこうってですね、最初はこんなもんなんですけれども、これをだん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 こう広げていきまして、で、それで最終的にこの D まで D 全体を取り尽くしてしまうような、そういうこう D の部分集合の列を作ろうというのがこのコンパクト近似列のアイデアです。で、それで何ができるかっていうと、その例えばこの一つ一つの小さい集合でまず積分しますよね。そうすると仮にこの D 上でその非積分関数 fxy が非負でだったとしますと、まあ、まず最初にこの集合でこう積分します。そうするとある有解な値が得られると。で、これをもう少し集合を広げてみれば、その積分の値というのは先ほどのこの中の集合の積分よりも若干増加の積分の値が大きくなることが予想されます。で、さらに大きい領域で積分すれば、その積分値がさらに大きくなるということで、まあ、都合のいい場合にはこれどん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 この部分集合の列をこう大きく広げていけば、それに応じてこう積分の値がどんどん単調増加していくということが予想されるわけですね。で、そうすると、最後にその極限を取って、例えばこの増加する集合の列がこの D に一致したという一致するようにこう極限を取ったときに、そのこの fxy のこの積分ですね、この積分もその極限を取って、その極限値が存在するならば、それがちょうどうまく公似積分になるでしょうというのが、このコンパクト近似列を使って、その実際に公似積分を計算しようというアイデアです。いいでしょうか。じゃあちょっとコンパクト近似列の定義自体はちょっと面倒かもしれませんけれども、一応書いていきたいと思います。まずその定義なんですが、A をユークリッド空間 R2 の部分集合として、それからまあその A が空集合でないものとします。で、これに対して集合の列を考えるんですけれども、K の M という集合の列を考えまして、まあ、M は1からこう1、2、3、4、5ってずっと続く集合の列を考えます。で、これが A の A コンパクト近似列。これが A のコンパクト近似列であるということを次の定義で与えます。条件は3点ありまして、まず1点目は、この KM ですね、この集合、各集合ですね、この各集合
まあ、M が K の1、K の2、K の3というその各集合が、まあ、A に含まれる。ジョルダン加速のある。有回閉集合とします。というのが1点目の条件です。で、次に2点目の条件は、2位の自然数 M に対して、KM プラス1が KM を含むと、部分集合として含むということを表します、ことにします。まあ、別の書き方をしますと、K1 が K2 に含まれ、K2 が K3 に含まれ、点々点ときて、まあ、K の M ですね。こういう、このようにその集合 K の列というのは、番号を大きくすればそれほど、それまでの、K の何とかっていうのを全部含むということにします。これもいいですかね。さっき説明したようにこういう形だと思ってください。で最後に3番目は、この記号何を表したかというと、その A に含まれる任意の有回閉集合ですね、K というのを考えます。ちょっとこの図を書いてみますけれども、今、例えば、A という集合があって、で、まあ、K の1から K の N、K の2、K の3というふうにこう増えていく集合の列が与えられていたとしましょう。で、その時にこの A の中に、まあ、どこでもいいんですけど、任意の有回閉集合 K を考えます。これに対して、ちょっとこれも数学の独特の言い方なんですけども、ある自然数 M が存在して、何が起こるかっていうと、K が K の M に含まれると。で、これは別の言い方をすると、その、どんなふうにこうこのような A の有回閉の部分集合 K を取ったとしても、この増えていく集合の列ですね、この KM の何番目かの集合、何番目かの集合に必ずこれが含まれてしまうというのがこの3番目の条件です。ですから、この K っていうのは、この A の部分集合だったらどこに取ってもいいわけですね。端っこに取ってもいいし、真ん中に取ってもいいし、どっか遠く離れたところに取ってもいいんだけども、このいつかは、この集合の列 K の M のどれかのにすっぽり覆われてしまうということが、この3番目の条件です。ここまでいいでしょうか。一応、こういう条件を満たすような、集合の列を、としてコンパクト近似列というのを定めます。
で、今日最後にやるのは一つの定理なんですけれども、どういう定理かというと、実は、もしその今考えている関数ですね、fxy というふうに公理積分が存在するならば、その公理積分というのは実際に、このコンパクト近似列を使って、その値が計算できますというのが、今日最後にやる定理です。それをこれから説明します。まず D をユークリッド空間 R2 の部分集合としまして、D は空集合とします。それから関数 fxy が D 上で定義された関数とします。これが先ほど消してしまいましたけれども、先ほどの仮定ですね、その F と D に対する仮定をしましたけれども、仮定1、2というのをつけましたが、これを満たすときスイープします。で、このとき、次の A と B っていうのが同値になります。で、その同値の条件 A と B っていうのをこれから書きます。まず A は、公理積分ですね。この F のその集合 D 上における公理積分が収束する。それが条件 A でして、で、次の条件 B というのに先ほど定義したコンパクト近似列が出てきます。D のコンパクト近似列 K の M で、これでまずその各 KM の集合でこの fxy の積分を行うわけですね。で、この km の集合っていうのはについては、先ほどのコンパクト近似列の定義からジョルダン加速な融解閉集合でしたので、ここで fxy というのは
リーマン積分可能なわけです。で、今度これをどうするかというと、M をどんどん大きくしていきます。極限を取るわけですね。極限で、この、そうか、これが、この、これが、まあ、その積分の値になりますから、実数になるわけですね。そうすると、Km、ある集合 Km に対して、この積分が実数になるっていうことは、この M を変えると、この積分の値っていうのが、その実数列として得られるわけです。いいでしょうか。M をどんどん大きくしていくと、このそのためにこの積分の値が出てきて、でそれが数列になると。で、この数列で M をどんどん大きくしていくっていうわけですね。で、そうするとこれが、まあ、収束するような物が存在するというのがこの主張なんですね。物っていうのは何かっていうと、そのコンパクト近似列です。ですので、どんなこう、やみくもにコンパクト近似列を取り方をしても、こういうことが起こるわけではなくて、ちょうど都合のいいコンパクト近似列を取れば、この積分の列が収束すると。ただし、そういう都合のいいものは必ず取れるということを言っています。どうにかして。どうにかし、どうやって取れるかは、その、この F とかに聞いてみないと分かんない。F に聞いても答えてくれないから、自分で考えるしかないんですけれども、もし公理積分が収束するならば、こういう積分の列が収束するようなコンパクト列は近似列を必ず取ることができるというのが、この定理の主張です。そうしますと、その結果として、AB が成り立つときですね、この両方が成り立つとなれば、この公理積分の計算というのは、どうにかして見つけたコンパクト近似列で、を使ったその積分の極限で求まるというのがこの定理ですね。今回の定理です。ここまでいいでしょうか。ということは、結局、その、この公理積分ですね、公理積分の求め方としましては、適当な D のコンパクト近似列を取って、まあ取ってというか見つけてっていう言った方がいいかもしれませんね。見つけて、この各 KM 上でですね、この fxi を積分しますと、
大抵これは M の式になります。M の式になる。で、M の式が出たら、それの M をこう無限大に大きくしていって、まあ、その極限値を求めるということで、まあ、この公義積分が求まるというのが、実際の公義積分の、重積分における公義積分の計算法の基本です。それから一応言葉の使い方について一つ断っておきますと、この適当なっていうのは別に皆さんが日常生活で用いる感覚の適当というのはちょっと違いまして、数学的な適当というのはちょうど条件を満たす、ちょうど良いという意味ですので、そこは気をつけて使って、言葉を使ってください。ここまで質問ありますでしょうか。一応今日のところは、その公義積分とはこのようにして一般には計算しますというところまでを説明しましたが、やはりその具体的な例というのがこうないとなかなかこうすっきりしないものですし、あとは実際に役に立つ場合もありますので、次の時間ですね、この次回この公義積分の代表的な計算例をいくつか紹介したいと思います。ただ、時間の都合で多分この講義で紹介する前に演習の授業で実際に公義積分の計算が取り扱われると思いますが、その辺は演習の方でも説明してもらうように演習の先生をお願いしておきますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。ということで、何か質問がありますでしょうか。じゃあこの授業もあと残すは1回となりましたが、ぜひ皆さんと一緒に頑張りましょう。今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。